回は論理クイズです。この問題に必要なのは論理的思考と発想力のみです。制限時間は60秒です。それでは問題スタートです。1問目です。重さ100キロの物体をある高さから落としたら壊れましたが、その2倍の高さから落としたら壊れなかったと言います。落としたものも場所も同じだとしたら一体なぜでしょうか。答えはパラシュートがついていたからです。最初に落とした時には高度が足りず、パラシュートが開く前に地面に衝突してしまったということです。2問目です。タイムマシンを使ったりせずに全盛期に戻ることは可能でしょうか。答えは可能です。過去ではなく全盛期というところがポイントです。例えば2001年1月1日に21世紀を迎えたら、すぐに飛行機に乗り、まだ年明けしていない国、つまりまだ20世紀中の国に向かい、年明けする前に着けばよいのです。確かにこれなら全盛期に戻ることができますよね。正解できましたか？3問目です。ある刑事が犯人と思われる男を見張っていました。男が車に乗り走り出したので、刑事も車で尾行を始めました。走行中2台の車の間で何度も赤信号になってしまいましたが、なんと刑事は一度もこの男を見失うことはありませんでした。一体どんな方法を取ったのでしょうか。
答えは、刑事は犯人よりも前を走ったからです。後ろにいる犯人の車をバックミラーで確認しながら走り、犯人が赤信号で止まったら自分も止まって待っているという方法を取ったのです。以上で問題は終了です。いかがでしたか？柔軟な発想力が必要な問題でしたね。おまけ問題です。コンビニのつくね串の写真です。3箇所の間違いを90秒で探してください。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この他にも様々な動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。